こちらのブースで多視点ロボットカメラというシステムをご紹介しております。前にですね9台のロボットカメラが並んでおりまして、でこのロボットカメラをですね左にいるカメラマン1人で操作できるシステムになっております。で左上のモニターにはですね9台分の映像が今映し出されているんですけれども、選手はこういった感じで動いていても1人のカメラマンで9台のカメラをフォローできるシステムになっております。でこの映像をですね順番に切り替えていきますと、真ん中のブルットビジョンという映像を作ることができます。これはですね一旦動きを止めて、でいろんな方向からの映像をお見せすることで何が起こっているのかを分かりやすく紹介できるような映像になっております。この映像を作るのが約1分ぐらいで作ることができますので、スポーツイベントの生中継でスロー再生の後に再生映像として使えるのではないかと思っております。あと右手にはですねバレーですとか鉄棒で使うとどのようになるのかというご紹介をしているので、あとちょっと見づらいんですけども右手の下の方にですね立体テレビがあります。そこではですねこのようにたくさんのカメラで撮影した映像から変換して作った立体像が見れますので、もしよろしければ近くでご覧になっていただければと思います。よろしければ前の方を進みください。